今皆さんは46億年の地球史上最も大きな動物をご覧になっています。クジラの中で最も大きい種であるシロナガスクジラは体長30メートル、重さは170トン以上あり、これはゾウやマンモスとは比べ物にならず、さらに竜脚類よりもっと重たい動物です。ところが地球の時間を約5000万年前に戻すと、海ではこれ以上巨大な動物を見ることはできません。いや、いかなるクジラにも会うことはできないでしょう。クジラたちと会うには海岸に行く必要があります。ここに初期のクジラと呼ばれるパキケトゥスがいます。どれどれクジラと似ている点が一つもないですよね。ところで古生物学者はどうやってこの小さな陸上哺乳類を見てクジラの先祖だと分かったのでしょうか。そして彼らはなぜ海に移動したのでしょうか。昔々クジラが歩いてた頃の話、これから始めていきます。過去において一部の科学者は海に生息する哺乳類を見ながら、これらの動物はもしかすると中生代の海に住んでいた哺乳類の子孫であるかもしれないと考えました。しかし中生代の海の地層では海の哺乳類の化石が一つも発見されていないため、この仮説はすぐに消えてしまいました。その後1966年、アメリカの進化生物学者であるリー・バン・ベーレンはクジラが哺乳類である以上その祖先は陸上動物に違いないと言って、クジラの陸上動物起源説を主張します。多くの生物学者は彼の意見に賛成しましたが、クジラの祖先だと言えるほどの明確な化石が発見されなかったため、クジラの進化に関する研究はあまり進展しませんでした。そんな中1981年、アメリカミシガン大学のフィリップ・ギングリッチ博士はパキスタンのインダス川周辺の山地で約5000万年前に生存していた陸上動物の骨片を発見します。そして骨を注意深く観察していたギングリッチはある骨のかけらを見て、この化石を持つ動物がクジラの祖先であると直感します。そして化石の名前をパキスタンのクジラという意味でパキケトゥスと名付けました。ではギングリッチはどの骨を見てパキケトゥスがクジラ類だと直感したのでしょうか。それは別名骨質骨とも呼ばれる耳骨でした。この耳骨にはクジラ目でのみ見られる特徴があるのですが、それはふっくりと突き出た耳輪です。私たち人間を含む他の哺乳類は空気の振動で音を聞くため、耳骨の内部には空気を取り込むための空間が広くなければなりません。したがって耳輪の厚さは非常に薄い代わりに内部の空間は広くなっています。その反面、水中に暮らすクジラは空気の振動ではなく、水に乗って広がる音を骨自体の振動で聞かなければなりません。そのため振動を伝えてくれる耳輪が非常に厚く緻密な構造になっています。パキケトゥスの耳骨はこのようなクジラ目の耳骨の特徴がそのまま残っており、これによってギングリッチ博士はパキケトゥスをクジラの先祖に分類したのです。このような耳骨を持つパキケトゥスはおそらく空気の振動で音を聞くというよりは、地面に顎を当てたまま地面に伝わる他の動物の足跡の振動を聞いたはずです。そしてこのような他の哺乳類とは違う聞き取り機能は陸地ではそれほど有用ではありませんでしたが、後に海の中へ進出するには非常に重要な役割を果たしたのです。しかし当時まではパキケトゥスの全身骨格は見つかっていなかったため、パキケトゥスの実際の姿をもとにクジラとの近縁関係を確定するには無理がありました。そんな中2001年、ネイチャーにパキケトゥスの全身骨格の化石とクジラとの近縁度が盛り込まれた論文が掲載されます。古生物学者のハンス・シュービセン博士は論文を通じて、パキケトゥスは狼ほどの大きさで4本の足を持ち、足の先にはひづめもあったという事実を発表し、彼らの子孫であるクジラもまた系統学的にカバが属する偶蹄目と一番近いことを明らかにしました。また1990年代から行われてきたクジラの DNA を分析した結果でも、実際にパキケトゥスがカバ、豚、鹿のような蹄鉄哺乳類と最も密接であるという事実が裏付けられることによって、クジラの進化に関する研究は勢いを増すことになります。特に歩くクジラという意味を持つアンブロケトゥスの発見は古代の進化過程を解き明かす重要な鍵となります。パキケトゥスより100万年遅れて登場したアンブロケトゥスは体長が4メートルもあり、見た目はワニに似ていて生態がとても独特でした。化石が発見される場所が全て海の堆積層であるという事実、また後ろ足に水かきがあった可能性が高いことなどから彼らが海で生活していたのは確かでした。しかし彼らの骨を分析して出てきた酸素同位体の比率が実におかしかったのです。酸素16と酸素18の比率は海と淡水とで異なりますが、アンブロケトゥスの骨の酸素同位体の比率は淡水に近かったのです。これはアンブロケトゥスが海で暮らしていたけれども、飲んでいた水は海水ではなく淡水であり、餌も海の動物ではなく淡水魚や陸上哺乳類だったことを意味します。もしかするとワニのように川で待ち伏せをしていて、水を飲みに来た陸上動物たちを襲ったのかもしれません。この事実を発見したハンス・シュービセンは歩行するクジラという書籍で、アンブロケトゥスが海と川を行き来しながら二重生活をしていて、さらに陸地から海に進出する中間段階の種だと主張しました。
アンブロケトス以降300から400万年という短期間の間、クジラ目の祖先はクッチケトス、ロドケトス、プロトケトスなど速いスピードで分化を繰り返します。その時まで彼らには長い尻尾とヨタヨタ歩くほどの足があったので、海岸や浅い海などに適応して暮らしていました。そして約700万年が流れ、3900万年前くらいにはついにバシロサウルスとドルドンのような大型な流線形のクジラ類が登場します。彼らは尻尾ではなく尾びれを持っていて、後ろ足はほとんど退化し、前足は胸びれに変わって広い海を泳ぎ回ったのです。そしてドルドンから進化の枝が伸びてきたのが今のハクジラとヒゲクジラです。となると一体クジラが海に行くようになった理由は何でしょうか。クジラ進化研究のタイカーであるハンス・シュービセンは、その原因が一つである可能性はないと言います。彼は5000万年前の小さな4本足の動物の一部は、餌をめぐる争いと捕食者を避けて水中に目を向け、水に滞在する時間が増える中で彼らの子孫の一部は泳ぎ方を習得し、また一部は水中の獲物を狩ることになれ、自然に地上を歩く能力を失うなど、数多くの小さな段階がクジラを海に導いたことを明らかにしています。そしてこの一連のドラマのような過程は目的も方向もない偶然の連続でした。当時の水中環境に適した哺乳類だけが偶然に自然選択されて生き残り、今のクジラに進化したのです。ヒマラヤ山脈が形成される前である約5000万年前、テチス海周辺の背をぶらついていたこの小さな生き物は、後に自分の子孫が今歴史上最も大きな動物になろうとは思いもしなかったのではないでしょうか。このように進化は一寸先も見えないので、より荘厳で驚異的なのではないかと思います。科学は世界を見る窓。以上、サイエンスドリームでした。ご視聴ありがとうございました。